東京から来ましたよ。今東京に住んでて、いっぱい作品を作っています。で最初になんか言いたいんだけど、このコンセプト、作品のコンセプトについてちょっと言いたい。なんだっけ、人をこう誘惑するような装置を僕は最初に作りたいと思っています。今はですコンセプトです。それが僕思うには、パブリックのスペースで突然こう何かありえない現象が現れるだときっていうのは、人は一瞬そういう瞬間に引き込まれるんじゃないかと思っている。 Yeah, this is transfer. そう、最初に作品を考えているときに、こうキラ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 ワサ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 っていうビジュアルが頭に浮かんだんだよ。それを展開していった。でそれを展開していったら、滝っていうのがなんかキーワードにこう現れた。で早速滝の取材に出かけた。で日本にはすごくさっきなんですね、日本にはすごく綺麗な滝がたくさんあるの。小さいけども、でナイアガラみたいな大きな滝もすごいと思うけど、でも僕はこう静かで、小さいけど静かな動きだけど、そんな滝がすごい魅力的だった。でずっと見てても飽きないんだよね、そういう静かなこう柔らかな滝こう何層も何層もこうレイヤー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 になってて、それで違う色も見えてくるし、違う形も見えてくるし、光とかもう常になんか違う動きになってるのが全然見てて飽きないっていうのがすごいなと。2センチの幅のバンドを、およそ200本、それで全部違った大きさのプーリーを使っていて、それも2つ違う動き、モーターの動きをしているので、長いかな、全部違った動きになるようにしている。自分のアトリエではここまでこういう設置っていうのはどうしてもそんなに大きくないからできない。でもこんだけの大きい空間で全部こうセッティングできたのは初めてだったので、自分のイメージしてた以上にいろんなものが見えてきて、そうよかった。いやー、それは素晴らしいです。すごく嬉しいです。